どうも、メイフェイズのオリタです。ヨウです。田村です。ラッシュです。ケイスケです。シャクロイハズンです。そうです。ヒロトです。おい、そういう感じかよ。ガチャモでーすというわけで、はい、ちょっとお話がありまして。いや、そんな固くなんのやめようぜお話ってやめようぜお話、まあ視聴者の皆さんにだよね、うん、伝えとかなきゃいけないことっていうことね、うん、まあ、最近、まあ、僕たちの方でも来てたんですよ、コメントでね、うん、え、あのガチヤマが SBR のカメラマンをやってんじゃねえかみたいなそんなことあるわけないですね。そういうなんか疑惑が出てたんで、まあ、エスパールと会って、うん、いろいろそう話し合おうじゃねえかっていう、はみたいな、そう喧嘩欲しい。そう、まあ、これも今じゃなくて結構前からその話をしてたんですけど、そしたら本当にしてましたね嘘じゃなかった、まあ、そう考えたらさ、リスナーってすごくない？いや、すごいよ、すごいよ、すごいよ、ね、俺たちもさ、なんかひた隠しにってた言い方悪いけどさ、うん、まあ、モザイクかけたりとか極力映さんようにしてんのに、うん、なんかすごいよな、うん、すごいよく気づくよね。まずね、メインフェーズに、うん、まあ、ガチヤマがいたと、はい、もともとね、うん、で、2020年いっぱいでまあ、卒業する、就職するっていう形になっていて、まあ、卒業動画も出してね、みんなね、送り出してくれたんですけど、まあ、そっから、まあ、就職する予定ではあったんですけど、今のこのご時世的な関係で、それがね、急になしになっちゃったと。うん、まあ、そういう風な状態でガチャマン困ってた時に、S4Rでね、お金がないからさ、シンプルに働かないと。うん、だからちゃんとね、なんて言うんだろうね、雇うというか。うん、ちょうどなんかそのタイミングで、ケイスケとガチャマンはなんか普通のプライベートの LINE をしてて、うん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 、で、そのタイミングで雇うというか。うん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 、ちゃんとお給料支払うから、まあ、働かないかみたいな感じで声をエスパールがかけて、でその流れで、まあ、カメラもやってたと。で、まあ、メインフェーズで卒業したばっかだから、あの一応モザイクとかね、声を変えてなんかその混乱を与えないようにしたけど分かる人は分かってたんですね。だって分かる人は手見て分かるから。そうそうそう、マジすごい、ね、最初は手やって、あ、マジでバレた瞬間アイコスとか、あー、すごっ、黒金ながらみたいな。そうそうそう、びっくりしちゃうよ、マジでっていう、まあなんかもう俺だからあれみたいな。いやーね、あの今説明してもらった通りなんですけど、うん、っていうかなんか久々の動画すぎて全然緊張してるよな。まあ、今リタが言ってくれた通りなんですけど、まあ、その他にまあまあコロナで仕事がなくなってしまったっていうのもそうだし、まあ、たまたま本当ここの縁がたまたまあったんですよね。それで、まあ、今こうやってるっていう経緯に当たるんですけど、やっぱりメンフェス時代に YouTube をやめたくてやめたっていうか、まあ、YouTube に悔いが残りつつやめたっていう。あとはその僕があのガチヤマ卒業しますっていう動画を出した時に、あまりにも温かいコメントとか反応とかがすごい多くて、そうね、まあ、正直自分の中では悔いが残りつつやめてるっていうのが結構ありました。うん、まあで、そんな中でエスポに拾ってもらったっていう形、まあ拾ってもらったっていうか声かけてもらったっていう形で、なんか改めて自分で考えた時にやりたいこととかもやっぱ規模がね、エスパ大きいんで、うん、選択肢は多少なりとも自分の中で広がった感じがして、まあ、YouTube を繋げてこういうことをしたいっていうのが、まあ、若干浮かんだっていう、うん、まあ、それも一つの決め手だったし、あとはなんだろうな、まあ、俺の性格上一回決めたことはもうやりたいっていうような性格なんで、まあ、メインフェースで結構な感じで見送ってもらったっていうのもあったんで、うん、いや、まあ戻れないなっていうところもありつつ今やってますって感じですね。うん、まあ、エスポでね、ちょっとそういうカメラマンとかやってて、うん、まあ、どうなんみたいな僕たちが聞いたんですよ。こっちなんか一旦やってみるっていう YouTube をね、うん、まだ悔いがそういう風に残ってんだったら、まあ、やってみてもいいんじゃないっていう、まあ、僕たちのね思いもあり、でまあ挑戦してみるっていうガチャマンの意思表明だったんで、じゃあもうそれやってみようと。別にエスポはもともと友達だったし、うん、まあ仲良かったんで、そこの不安要素はないからね。うん、今もないの？ないよ。まあなんかね、あのメインフェーズやめたらエスポに加入っていうなんか流れがたまたま理解できてますけど、うん、なんか本当にたまたまの縁で今こうなってるっていうのが、これがマジで俺らも知らない YouTuber のところでとかなったら、うん、ちょっとね、バカ気まずいというか、うん、なんか俺らもそんな素直には押せないけど、そうだね、こうもいるし大丈夫だろ。で、こうはなんかそっちやろ。え、なんであいつもの流れです、これが。満足してます、それ。今いるやろ。いらないでしょ。こうは俺がバイトしてた時の店長なんだから。
俺はリタヒロトの店長こうだからね。そうだよ、そうだよ、ね、じゃあ繋がりがえぐいみたいな、すごいんだよ。まあ別にね、こんな感じでね、仲悪いとかじゃないからさ、うん、そのエスパーが今いいタイミングで東京に来てくれたんで、うん、まあこの日に合わせてこういう報告を取ろうっていうわけで、でそれまであの視聴者さんでね、混乱を起こりまくるからモザイクをかけてたっていう。今月来月コラボするんでしょ、まあ、ぜひお願いしますね。こっちがお願いします。まあ同じ部署だしね、うん、そう、うん、コラボ増えるんじゃないですかね。いやぜひお願いします。マジ増えるって知見だもんね。前遠すぎるから、ね、車で5、6時間かけてたのにさ。そうやそうや、余裕になっちゃったから。今は来んなよ。なんで今はついてかない。いやマジで今日で分かった。お前なんかいっぱいゴミ落としすぎや。もっちゃんに言われたらマジで終わりやろ。それは一言もらえます。あ、そうだね、まあ、一言言ってもらったらいいんじゃない。オレンジ、オレンジみたいな仕上がって。あー、オレンジなんだよ。エスポフェイス、今年成り上がるぞー。あー、動画の撮り方忘れてた。